こんにちは、こんばんは、おはようございます、おやすみなさいませ、ソメヤでございます。第36回仁王をやっていきます。なんで出なくなっちゃったのかな。よし、さてこっからなんだけれども、前回はあそこで死んじゃったのよね。あとこいつらとやり直しだよ。なんていうんだろうね、ふた切りっていうのかな2回刻まれて終わっちゃったよ。下段だから2発で死ななかったけど、きついな。あれとやりたいんだけどさ、邪魔しに来るからな。やめな。それやめなってもう。もう一回ここの戦地を整え直すのやだよ。じゃないよ、それこっちのセリフだよ。思い出した、そうだった、お前使うんだったな術。うわあ、かわしたところにやられたぜ。
とにかくお前たちが邪魔すぎてさ、戦いに身が入らない。これ先進めねえからやめる。しぐるいはいいや。めちゃめちゃいっぱいいるじゃねえのよ。まずは児玉ちゃん。しぐるいめちゃめちゃいるな。さすが戦場って感じですか。物見櫓の権蔵さん、刀ですか。刀ですか。おいおいおい、いやーん、本当に、なんで出てくれなくなっちゃったのかな。ホストとか全然出てくれなくなっちゃったんだよな。なんか良さそうなものを手に入れたんじゃないかい？先住員たち。あ、でも今のより悪いな。あ、今2頭だからか。2頭の攻撃力よりは低い。でも、あ、太刀としては、刀としては、いい方ですよね。雑賀衆だけかな。よし。はい、じゃあ行きましょう。
こはいけないからここかな。ここのところに何やらいっぱい。あれ、お前何やってるん？お前は味方の方か。ここから上に登っていけるんだ。でもな、そこにシグリがいるんだって。カマか。ジャスガのやつが未だにできないね。あれ、こいつジャスができるんだっけ。あれ、2頭ってできるんだっけ。2頭のジャストガードはないのかな。あれだよね。あれ、なんてやつだったっけ。すぐ名前、魚見だっけ。あー、それはあれか。ピカキーン。2頭には存在しないからジャストガードは関係ないのか。この上に何かがあるのかな。行ってみようか、先に。あ、消火できるんかな、この後ろの。ほう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 。お前大丈夫か、こんな木の家、こんな大砲ガン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 来るような場所で。これ進まねえな。しぐれだけど終わっちゃうな。あっ、ちょ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 。うわー、チャンスだったのにね。全然わかんねえな。どっからどこまでが攻撃の範囲なのか、モーションの範囲なのかわからないね。ブンブン振った後に終わっちゃえ、終わっちゃえ。炎で死ぬー。
から売ってるん？おいおい、2頭は無理かな俺やっぱり。あっつ、う冷静だね。完全に鎌の動きに翻弄されてるもんな。全然2頭の熟練値が上がらんて。すみませんね。うわー、俺も死ぬみたいな。これはひどい。倒したことになったけど、アイテムもらってないんだけど。アイテムもらえてないんだけど、これ前行くと絶対やばい。
あ、やばいね。やばいね。やばいけど横から行けるんかな？弾当たった後の昼見時間が長いよね。まあ当たるなって話なんだけどさ、難しいよね。まあ、先急ごうか。なんか疲れちゃった。この雰囲気にもうなんか飲まれちゃった。こいつ開ける？やり。戦場で仁王立ちとはやるな。もし うほもう、ヤンピーってしようかな。ヤンピーしようかな。もうヤンピーヤンピー。熱っ。これ前から行ったらどうなるんだ。別にだな。お前敵かよ。ちょいちょいアイテムが見えるよね。どこ行けば正解なの？これは正解はどこなんだ。正解はどこだ。あずら、あそこに小玉ちゃんがいる。 あそこ渡っていくんだ。でもこの建物の中も気になる。モズ出したんだけど。なんか冗談になってる？なんかモーションがおかしいなぁと思ったんだけど。いや中断だよ。やっぱ合わないんだなぁ、これ2頭が体に合わないんだなぁ。しっくりこないんだよなぁ全然。モズ。タチ、あの構えはなんだ。肩に乗せてるときはやっぱ上段か。上段だから出が遅いのか。どうなんだ。
大立ち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 違う、大立ちじゃない、普通の立ちの動きしやがった。あれなんか違うんかな、さっきなんか見間違えたのかな。戦場のど真ん中でのんびりしてるやつがおるぞ。あっつい、あっつい、あっつい、あっつい。お前は何をやっているんだ。しぐるい派手好きの一平爆死。なんかあのビリビリになんか日が剃られた。ビリビリ、なんかいいもん持ってるねお前。つまりはお前を倒すといいものがもらえるということか。でもやっぱ2頭はダメだな。モズのタイミングが遅いんだよな。めんどくさいからスルーでいいか。全部ガードしてるつもりだったんだけど、ことごとくガード切りが外れて、切ねえなー。今日ダメかな、なんか今日は何もかもがダメな気がする。今日全然乗ってない、今日は侍魂が入ってこない。なんか身に入らないなー。刀変えようかな。2頭がダメなのかな。このダメージがやばで、パターン取れないっていうね。きついよな。いや、斧でかいね、ダメージごっそり持ってかれたよ。無視していこうか。ここのステージがどのぐらい長いかわからないけれど、もう戦薬が30個しかないんだよね。ラストボスとの戦いのことを考えると決して多くない数、30個って。むしろ足りない。戦なぞまたつまらぬことを。
あー、つくもかも寄ってきちゃった。もうアイテムはいいからさ、戦薬ちょうだい。ここから先戦薬が必要。またなんかそこでくつろいでるやつがおるのか、隠れてるのか、お前は味方なのか。戦意喪失か。そうか、しょうがねえな。うわ。この辺いっぱいいるのか。あちょーい。あちょーい。切なし。切なし。ここからも行けるんだよね。なんか裏でさ、見っかったんさっき。やられても開けるみたいな。え、大立ち？うひー。リーチ投げ。裏も全然あれじゃん。安全じゃねえじゃん。まあ、まあ戦場に安全な場所って言われてもまあないかもね。がしかしですよ、ここ通っていって裏からかけ、裏かけるんじゃないのかなこれ。え、俺もう通っちゃってんだけど。うふふふ。あのさ、行かなきゃいけないところあったんだよ。小玉ちゃんがいたよね、確か。橋のところに小玉ちゃんが行ったのよ。あの橋をどうやって渡るのかを探さねばなるまいで。あの橋はどこだろうな。
この先だな。あいつを倒した方がいいのかな。こいつは裏、でもここ裏何もなかったような気がするんだけど、あそこでやつが構えているということは何かあるな。うわ、なげ。火薬玉？あ、ここつながってたんだ。なるほどね、裏道ってここのことか。うわー、ナイス見切り。一寸の見切りってやつだ。ここにいるんだよね。あそこの橋を渡ってこっちに来ないと多分行けないんだと思うんだ。俺がやられたのはこいつや。あ、ここ登るのかな、もしかしたら。なんかやるなーって言おうとしなかった。 いやー、もうって聞こえたんだけど。お前らか、俺に攻撃を食らわせたのは。
俺も打ってやる。シュドーン。これ火薬だろ。わお。俺はこっちを進んでるのは小玉ちゃんよ。小玉ちゃん、これ小玉ちゃんを今探してるんだよ。あ、いなかった誰も。よく気づいたな。やるなお主。我が火力を、火力じゃないや、火って出たから火力って言ってた。我が殺気を感じ取るとは。やるな。児玉ちゃんどうやって行くんそこ。あ、横から歩いていくのかな。ここを、ここ歩いていくんだな。その代わり俺は戻れないぞみたいな。あ、戻れた。これ誰に撃たれてた？お前か。うわぁ！ガードをした後に攻撃しようと思ったらルチが出た。最悪。これはもうひどいです話ですわ。ひどいですわ話ですわですわですわ。この俺の殺気を感じ取る。ただものではなあ。今回はそうでもなかったか。今回はそういうわけでもなかったか。よっしゃ、あららららん、獅子王骨食い。あら、黒鳥、黒鳥、黒鳥何番。骨食い、攻撃力が上がります。装備の重さに応じてか。お、小ガラス丸。レイはプラス B。 ヤタガラス、防御のカゴ。あ、ヤタガラスのシリーズなのかこれ。なのか違うのか。あー、これ悩むな。これとこの、これとこれだったらどっちがいいって言われると、組打ちのダメージを上げるのが良くないですかね。でも今使ってるやつよりも攻撃力が落ちるな。赤鬼、あ、いいの、赤鬼の槍か。小ガラス丸、小ガラス丸、小ガラス丸、どっちがいいかな。こっちとっとこ。ここでシグルイか。え、でも道なくないですか。この後どこへ行くんだろう。あ、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 これさっき通ってきたところじゃない。ここからさらに左側に向かっていかなきゃいけないんだ。了解。円環好きなのかな。彦次郎爆死2頭。
2頭対2頭。嘘、モズモズ、え、モズ取れるんでしょ。なんか今軸ずれが発生したけど、強制軸ずれが発生いたしました。ソーロー、出だしに背後ひどいな。うわ、切った。うわうわ、半テンポ遅れてるんだな、ガードが。こいつにジャストガードは存在しないから、ジャストガード頑張んなくていいんだろうな。よく考えたら、ガードを小刻みに切る癖があるよね。ほら、モズが出ない。早すぎモズ。なんかさっきからモズを出そうっていうタイミングに右に軸ずれが起きるんだよな。あー、また。まあでもあいつにこだわることないんだよな。他にもやってない。しぶりたくさんいるから。
くそー、なんだよ、わかんねえよ。2頭の動きも見切れてないね、全然ね。3段で終わると思ってたもんな、今。3段技だと思ってたもんな。なんだなんだ今度は。おいおい、やりやりだな。ガリガリ来るね。だー、全然勝てねとかい。総集サダムネ2頭、あんまりあんまり欲しいのなかった。で、ここはここで終わりなのかな。ということでここは終わりで、俺は多分ちょっと戻って橋の上を行くのではないだろうかなと思っている。え、なんかいるんだけど、怖いんだけど。あ、怖い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 、こっちこっちこっち、こっちの、こっちの橋、こっちの橋じゃねって思ってんだけど。後ろからか。そらわかんねえよ、そら見えねえよ。じゃあ、もう向こう行く必要なくなったので、ここの橋をまっすぐ行きましょう。あれ、こっちが正解っぽいな。ちょっと待って、これ要は裏道かな、俺来ちゃったの。あ、無理だが
つくもがみがいる、忘れてる、よし取り返してダッシュで逃げる。ダッシュで逃げる。ん？やばい、一人の声ではなかった。忘れ物取りに行ったのが間違い、でもまたアムリタが上だ、大丈夫だ、まあ、直行しても大丈夫だ。構え直しをしている場合ではない。ここに敵がおったのである。この辺に敵いたろ。1体じゃない2体いたよ。巡回兵か、さっきの1体は。もしやのもしやで巡回兵だったのかな。これさっき戦ったところの裏だ。そういうこと？そういうことだね。で、道としてはこっちからも来れたんだけれども、俺はそっちを来なかったんだよね。で、ここまっすぐ行けばいいんだ。ここを抜けるんだ。首が切れるだけで首になるのは、ここから先戻れませんよみたいな感じですね。うふうふ、来た。猛将じゃの。いつぞやのとつくり人か。お主とはいずれ刃を交えると思っておったわい。 I want Kelly, not you. ここを通すわけにはいかんのでな。参られよ。軸ずれて助かったぜ。これ取れないのかな。人型だけども、なんかつま先を刀で刺されるっていうイメージないもんね。なんかそんな小物のイメージないからね。お、足を払うのがあるんだ。お、なんだなんだなんだ、すげえの技があるでの。おべいおべい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 。近寄るとあれでも、あれで見た、武器の動画で見たわ。槍で足を払ってこけさせるやつね。あれを使ってくるの？だ、近くに近寄れたとしてもあれが待ってるわけだ。
リーチ長っ。嫌な予感したんだ。そうよね、この程度の攻撃で揺らぐわけがないよね。掲げたら逃げろか、槍を掲げたら逃げろ。アレンジ持ってるな。くー、突進じゃなくて範囲攻撃なのか。心に特化してるのかと思ったら、あれ、ちょっと待って、あ、ここあれまだ先があるのかな。こだまちゃん全部見つけてないなと思ったんだよね今ね。危ねえ、お前投げ技持ってんのか。ほう、パチキ。あれ、もうちょっと早くやればかわせるかな。かわせるかな。ルチできるかな。できそうな気がするね。槍の突きおぼろで取れるか、取れるかな。取れても良さそうだけどな、この敵は地に足がついておるから。殺さー。
滅ばされた。よし。うえい。これか。あれ、そうなのな。劣勢。押しすぎてもダメ。捕まる。転がってきた後なんかするのかと思ったよ。何もしないのね。ちょっとルチを早く入れすぎましたね、ビビって。発動早えな。仕掛けたと思った瞬間にはもうビリビリだったね。ビリビリを食らっていたな。飛びすぎだろおっさん。おっさん、そら飛びすぎだろ。もうちょっとルチ遅くしなかったらダメだ今のは。ルチ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 。いらっしゃい、こんばんは。ノーム。やっぱ槍はさ、月ってやっぱ月っていうのはなんだろうな、視覚的に見た目的にその遠近が分かりづらいからさ、攻撃を仕掛けられている瞬間って実はもう槍が近づいてるっていう。刀は左右に振るから分かりやすいけれど、月は本当
距離感が分からなくなった。しまった。大谷さんと違ってつくもの時以外はバカンバンバンカウンター取れるから。まあそもそもはやりが苦手なんだけどね。二刀とやりは、いやちょっと待って、鎖鎌もダメだな。冗談なのかわからない。槍の冗談がよくわからない。槍の下段もわからない。中段しかわからない。下段は槍の速度を見て、あ、これ下段だなってもわかるぐらい。見た目でわかんないんだよな。この衝撃を食らうのは俺もダメだな。はい、ダメー。槍先を下げて持ち手が上になる構えが。自分で使わない。槍ほんと一回も触れたことないからね。あの熟練値を見てわかったもん。ほんとに鎖鎌が何十、なんか本当に二桁ぐらい、ちょっと遊びで使ってみた感じの熟練度が入ってるぐらいで、ほんと何にも入ってない。全部ゼロ。あぶ、つかみで助かったって感じ。なのー、あのつむじ風と足払いは武器なんでルチしかダメですね。つむじ風ってなんだろう。あの空飛んでるやつかな。さん、子供が真似しちゃうでしょうが、やり回したらみんな空飛べると思っちゃうでしょうが。それは意外だった。衝撃から足払い。
そこで掴みに来るとは思わなかったな。つくもまとったからもうつくも攻撃来るんだろうと思ったのが間違いだ。やるな、さすがだな。相手なあ、そうまでして俺に頭突きをしたいか。頭突きしなくても死ぬ距離だろうが、槍チュッて動かせば刺さる距離なのにわざわざ近寄ってきて頭突きをするなんて、もももしかして俺防具弱いかな。槍とパチキで死亡って相当だよね。武将が強いだけか。はい、判断来るのは分かってたけど、ついてくんのか。軽装だから基本当たったらダメ装備、そういうことか。そういうことか。これ2頭のルチがあるからまたあれだけど、これ刀だと全然立ち回り変わるな。こいつ近寄った時も怖いから、ルチで無敵回避できるからいいけど、刀はないからどうやればいいんだろうな。普通の回避で頑張るしかないよな。あーべ、ほほう、あぶねー、これもさっき救われたんだよな。あ、がしかし、しかし怖い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 、なんだその技、麻痺がやばい。まとうんかーい。うわー、ルチがわからんかった。今意外とゆっくり回るのね。ゆっくり回るのよね。回復薬がね、30個かな、今30個なんだよね。
しまった。足払いどころか足ちょん切れたぐらいの勢いだったな。今の倒してもおかしくなかった。なんかね雰囲気はあったね。倒せそうな雰囲気はあった。でもあそこでやつのあの大技なのかわからんけど、あの技をルチで回避したいという病気が発病した。早い。カウンター取りたいときは負けてもいい。遅かったか。ちょっと遅かった。多分遅かった。足払いも槍が右に突き出た瞬間に出すぐらいの勢いだね。じゃないと間に合わないんだ。だから切っ先が一瞬でも動いたらルチ入れるみたいな、それぐらいのスピードで入れないと。いて、しまった。しもたれ。やばあ。擦り込みだよね。正直ルチは難しいから、ダメかスタミナ削りはもう少し多めにしてほしかった。いや、突きを取りづらいんじゃなくて、パチキを擦り込まれてるから転がった後に掴みに来んのかどうなのかっていう、この二択を迫られててな。早えんだな。まだ見慣れてないんだよな。槍が動いた瞬間にルチ入れるっていう反応になってるから、俺は。モズも問える。あ、モズいけるんだ。
ボスキャラがつま先切られるイメージが全くなかったからモズはないんだろうなと思ってたんだけどね。でも技の種類としては基本技に近いから取れんのかなとも思ったけれど、あくまであのジャンプしてくるやつだけかな。なんでそこでパチキやねん。これがあるから怖いな。小さくジャンプする。小さくジャンプしてくるって回るやつかな。どれだろうね。こっちの攻撃しかとっていうのはもう無理だよね。ああ、上段からの小さくジャンプしてつく。足払いと空飛んで叩くやつ以外はモズいけた。モズいけるのか。セット装備でもなんでもないんだな。よく考えたら。あ、野牛の2つ揃いで攻撃ダメージ 2% 軽減か。カウンターの受付時間のビル効果なったっけ。伸びる効果、いや見たことないな。野牛にってこと。あー、あるね。武器の受け流し成立猶予延長だって。3つ揃えで。でもそれやるとな、今度その防具が手放せなくなっちゃうよね。行部形骸切れない。あー、行部シリーズ持ってたような気がするな。必要な技16だって。これレベル上げてもいいよ。70、ここ103で70って結構あれかな。そんなことない。いや上げたかったな。11万1000もいるよ。あ、無理だ。技が16って言った。全然足りないじゃないか。しかも俺刀を上げてんのにさ、2頭で戦っているんだよな。イビフだ、
意味不明かお前みたいな。いやーほんとちょっと待って ちょっと待って、お前走ってくる音が聞こえたから何かと思ったら、まあもう技を上げると刀も二刀も弓も銃も火力が上がる。さすがに20の差がある。まあ素体のレベルは30の差があるんだけれども、防具レベルが防具レベルも20ぐらいの差があるね。ちょっとつけておきたいとこだな。雑賀衆の形骸、忍者装備にする。あ、忍者つけられない。あ、野牛か、野牛。あ、こっちの方がいいじゃん、防御力プラス7。野牛で非ダメージ軽減 2%、 武器成功で気力回復。水影かよ水影か、ちょっと待て、水影かよ。刀着てるとき使うときいいな、野牛。水影で倒そう。二刀も一応技が一番上がるけど、武と神だけでも上がる。あー、こっちは野牛ないんだ。こっちは野牛ないんですか。西国の誉れは中だもんね。今これこてまあ軽いんだったらとりあえず何でも良さげだな。あ、でもそんな防御力上がんないね。陰陽師、その前につけられないっていうあれれ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 れだな。ちょっとここだけ野球入れようかな、防御力ちょっと上がるし。野牛の草履が2つある。どっちがいい。ダッシュの記録軽減が 7.1 ついてる。記録がプラス2。ダッシュの記録軽減9値だけ。あ、9値回避の記録9値。お、こっちの方がいいね。これ装備してみようか。あ、大雷があるね。伊賀常任装束大雷、確かに雷だな。当たらなければどうということはないのだ。戦法はちょっと難しいからな。上半身下半身他って感じの防御上昇率、重さもそういう感じお椀は外せないのか頭装備すげえいっぱいあんな。西国無双、ここで西国入れちゃう。最近軽装備運用が多いから技振った方がいいかもね。技ね、これから振りますわ、これから。ただアムリで稼がなきゃいけないの大変だな
そこそこアムリタ存在に扱ってるからな。王将の形骸、ちょっとこれにしてみようか、一時的に。王将シリーズだが、しかしシリーズ設定はないみたいな。非属性ダメージ、非属性ダメージ、お守りとかその辺もなんかあるかな。体毒とこよ、ダマ感知、風属性ダメージプラス 10.4。 すげえ、防御36も上がるじゃんこれ。あ、全然違うね。おや30、他70って感じ。計中10、重さが緑になるならいっそ中装備に変えた方がもったいない。雷よけ、雷よけは、まあ、いや、いいかな。ちょっと数珠つけようか。これはなんでつけてるのかがよくわからないぐらい昔の数珠だねレベル16だもんね。もしかしたら一番初めの島で手に入れたやつかもしれない。今つけてる武器は、これ風属性じゃなかった、風属性がついてんだよね。そうそう、風属性がついてるから、ここで風属性を増強するダメージをつけるか。薬の体力回復効果、ペペン、お守りの防御力バカにならないのよ。35の数珠も悪くない。飛び道具軽減あるから衝撃波とかの非ダメージも増える。まあ、ちょっとこれでいきましょう。おいし足元がなんか涼しげになったな。ちょっと待て印籠もいいな。とりあえず防御の高い小物かな。なんか途端になんかさ、ゲゲゲの鬼太郎を思い出したんだけど、下駄じゃないけどね。いや、鬼太郎半ズボンだけどさ、なんかふとなぜか鬼太郎が頭をよぎった。そうか、モズを忘れておったわ。しまった。あれー、今の動きリピートで見たい。リプレイか。リピートじゃ。あ、リピートでもいいけど、リプレイで見たい。そう言われると腰のもうちゃんちゃんこに見える。そう、多分その色合いかな。一瞬鬼太郎を想像した。あの上段からの叩きつけもまず、こんな格好で戦場を走ってるやつはいんのかねおい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 、あのとつくに人はなんだ、遠足気分か、おおみたいな。
伸びるね。モズが使えるって分かった瞬間にこっちのやることが増えたというか、要は技選択ミスが増えるね。中間距離ならモズ狙いと、近距離ではこだわるからね。伸びるんだよな。槍のこの攻撃範囲がまだ感覚的に分かってねえんだよな。3段目が月のやつは近づかずに待って3段目に持つ。3段目が月のやつがね、分かればいいんだけどね。2段目で止まる時もある気がするんだけど、モーションは盗めてないだけかな。こっちはね、離れたいんだけど結構近づいてくるんだよね。返しはちょっといやらしいよね。2段目で止まるときはまあ気にしなくてもいいのでは。2段目が止まるの分かってたら、もう1時半か。今日はちゃんと寝ないとな。昨日も徹夜だったからな。ちょっと技をしっかりモーション盗まないとダメだね。今日は2時には終わる。絶対に終わる。どんな状態であろうと2時に終わる。よし。被弾しないのが大事だから、基本的には最大攻撃数を頭に入れて立ち回った。まあ確かに。まだモーションもね、ほんとね、盗めてないのよね。よほど大きな、わかりやすい動き以外は、槍を振り回した瞬間に全て同じ技に見えるっていう。今もモズ失敗でしょ。回さない月に対してのモズ速度だったんだよ今のは。それを
槍を回してくるもんだから当たっちゃうっつうの。難しいなぁ。だもう言えるんだよな、この距離感がまだつかめてないんだよな。神経が過敏になってるから槍の切っ先が動いた瞬間にカウンターを入れられるかどうかって考えるじゃない。そっからジャンプするなんて考えてないからさ、切っ先が動いた瞬間にカウンターを取る、だから全てをカウンターを取ると思ってること自体が頭おかしいんだけど、全てに対してカウンターを取れる状態になろうと思っているから動きを絞ってないんだよね。モズ遅っ。遅いんだよな、回転すんのかななんて頭に入れてたらもう最速の月だからさ。全ての技にカウンターは未来が読めないときついからな。それなんだよね。特にノーマルの突きと回しての場合だったら、切っ先がノーマルの突きは切っ先が本当動かないからね、ほとんど目線から。横への動きだったら分かりやすいんだけどね。前後への動きっていうのはちょっと分かりづらいな。くー、足払いルチ入れたんだけど遅かったか。全てカウントアウトよりはガードとカウントアウト回避の判断かな。でも気力の持ってかれ方が普通じゃないからな。
足払いかよ。早いよ。もう2回は連続で入んないもんね。ちょっと前回の行部戦はあれだったけど、せめて勝ちたいよね。はい、ダメだった。そう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 。どっちにしろルチは間に合わないスピードだった。うーん、早く見えてるのはなんだろう、多分別の技を想定しているから。このおっさんが飛ぶのなんか認めずに考えてないから。第一優先はまっすぐの槍、この槍、この槍が来るかどうかだけ。そのタイミングに合わせてモズってやるとこけるダメだ。するともう飛び上がったら、あ、もうやられましたみたいな。そういうことか。この距離感で槍はないのか、突きはないか。カウンター主体だとどうしても合気道みたいに相手が攻撃してきたから。そうなんだよね。俺の理想は攻撃とカウンターを挟んでいきたいんだよね。攻撃しながら敵の攻撃をカウンター入れながらみたいな。このな、人の攻撃、虫攻撃な。パチキ。遅い。ウェベ。モズは捨てる？捨てられない。ひでえな。それだけでは95割ぐらい持っていかれた。
トン、パスンはあれはダメなのかな。直線攻撃だったら取れんのかな。どうだろう。ツン、パスン、ツン、パスン。ツン、この距離だったらお前は月を出さないと読んだんだろうな。早い。なんか違う技出た？出たかな、ちゃんと。風とか衝撃波が巻き起こる系は無理かな。3回切られて2回で終わったな。わお。だから水が冷たそう。なんていうかな、今のは勝ちに行く戦いだよね。
その3段か。当たるね。パーチキンは無理でーす。必殺、まさしく必殺でござる。一撃死でござる。なんかちょっと足先かすっただけのような感じもしないでもなかったけどね。やられちゃうのね。早い。初めて浮かされるの見た。あー、チェイチェイチェイ。攻め勝つなら封刃を3だが、その先まで行ったらだいぶ楽になる。あー、バザね。蹴り技使ってないんだよな。なんか蹴り技あんまり効いてる気がしなくてな。
八機会。蹴りまでだと刀の蹴りの方が強い。え、どこいしょって避けただけではもう死んじゃったよ。エンチャントの雷のダメージかな。切なーい。手数の2刀と1刀一撃の刀だから当然といえば当然。これ強えな。一連のさ流れで死亡だからね。ガード入れたけど気力で削られて、うはっ、きっつ。モズのタイミングミス来るなとは分かって思っていたんだけど、モズ遅れたな今な。転がったあと3択2択転がった後にパチキが来るのはまあなかなかないけど、ないとは言い切れないところがあって、吸い込まれちゃうからな。ガード効かないし、だから怖いんだよね。反応速度上げないとな。早い。ビリビリになったらもうやばいな。死んじゃうな。もう残り時間が10分しかない。今回のチャレンジ残り10分でございます。いけねえな、これはちょっといけませんね。まだモーション盗めてないしね。今のはいい反応タイミングだった。
い、俺のバカ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 、あの超必殺技すくい上げにブチ入れても落下の時の攻撃が当たりそう。足絡めが当たらなかった。足絡めっていうのかな、足絡めに対してのルチのタイミングが分からなくなってきた。多分コンマ何秒遅いんだろうな。ちょっと引きつけすぎてるかな、そんな感じあるね。ポイントが正面より多少右だ左にあるイメージ。まあ負けてっけど2頭としての経験値は上がってんかろこれ。パチ食らったか、逃げ切れんかったか。反転ポ遅いんだよな。カンストはしてないと思うんだよね。見た時まだ3万もいってない感じするんだけどね。刀より手数が多い。確かにね。どういう換算値なんだろうね。換算。バッテリーが。バッテリーが。もうバッテリーが切れるでござる。あ、もうでもいいか、もう終わり時間だわ。今回はもう終わり時間です。バッテリーが切れるまでは大丈夫でしょう。さすがに3秒前とか10秒前とかにバッテリー切れますってことはないだろうからね。そこそこ持つだろう。これであとちょっとで勝てるって時にさ、バッテリーのせいだったら大笑いするんだけど、マジかーみたいな。
三段なぁ。食らってから思い出すんだよな、その三段。背中から攻撃したとき、今モズ狙ったんだけどな、来ると思ったから。やっぱまだモーションが甘いんだな。久しぶりに出される技を思い出すのはあるある。接触不良よりはマシだけどね。これが最後かな、これラストチャンスかな。神経を尖らせていけ。今のは見えていた、バッチリだ。違う、距離感間違えるな。ナース、嘘だろ。いやー、振りたいのにコントローラーを振らせない。本当バイオ感、あれはひどかったね。いかにして揺らさないようにコントローラーだけを、なんだ、レバーだけを回すかっていうね。いやー、ちょっとレアなパチキ来たなー。ダッシュパチキは結構レアだよね。あー、これ来ると思ったんだけどな。今ちょっと怖かった、あのすくい上げてくるやつ来るんかと思った。くっ、うわー、そこからの、気づけば先約縛り。2時になっちゃった。はい、ということでした。先約は使ってないですね。戦略温存でございます。まだいけないね、まだ戦略使えないわ。いや、さっきの勝てそうな時に戦略使うのはありだけど、6、7割かな、7割まで削られるようになったら戦略使ってもいいかもしれない。敵のつくもってなんであんなに効果時間長いんだろうね。それはその人の本当の霊だからじゃない、分霊じゃないからじゃない。まあ加藤はどうなんだって言われたら分かんないけど、加藤もお借りしてる感じなんでしょ。ということで、今回は、全然進んでない
2時間半近くやってるけれども全然進んでないです。はい、アンジンはシアーシャね、あの最初の妖精みたいなやつだよね、精霊かな。うん、ということで残念ですが、今回、ボス倒すことはできませんでしたが、まあなかなかまあいい戦いがたまにあったかな、そこそこいけてるところまではちょっと来てるんだよね。相手の思考ね、2頭も経験積んでるからね、2頭経験値ね。確かに、でもこの戦いは2頭だからこそいけるのかもしれないところがあるんだ。あの足払いをちょっと今、足絡めを全然避けられてないけれど、だんだん足払いが来るなっていうのはうすうす分かってきてるから、それを確実にルチ入れられるようになればだいぶ、変わってくるんじゃないかなとは思っている。はい、ということでした。まあね、なかなか進まないので、見ないでしょこの動画はほとんどの人はまず見ないでしょ。ボス攻略動画とかそういうのは多分たくさんあるんだろうから、多分そっちの方がね、みんな見てるんだろう。しゃがみ小蹴りみたいに使ってくる。そうね、だいたいこう自分と敵との立ち位置の距離感、もしくは相手のやる気の感じで、あ、こいつ足絡め来るなっていうのはなんとなく分かってきたんで、次回はその足絡めを足絡ませないみたいな、まあ、そこ目標に頑張っていきたいと思います。次回は、勝てるようにね。はい、こうステージの途中なんで、どっかでアムリタを稼ぐってことが全然できないじゃない。戦場の中でぐるぐる回るしかないし、戦薬も集めるためにも結構労力かかるからこのメインミッションの途中っていうのはね、いつもね、いかんともしがたい感じはい、ではでは、純粋に倒してる動画、純粋なのかな、もっと技使えよって思ってる人もいるだろうし、ちゃんと防具つけろよって言ってる人もいるかもしれないな。まあまあ、これはこれとして見てくれてる人がいるので、まあそれはありがたく、思いながら、また次回頑張っていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。それではもういい時間ですのでね、皆様お疲れ様でした。 Thank you for watching. Thank you for coming. たくさんコメントありがとうございます。また次回お会いできればと思います。はい、強技と言われている居合縛ってるからまあいろいろし、よくわからないけどいろいろ縛りが入ってる感じはあるよね。それではまたお会いいたしましょう。 See you next time. Bye bye. Have a good day. Have a good night. おやすみなさい。